広島の皆様、アンニョハシミカ。実は今日、この上映会に、私は来れなくて、この病み上がりの顔で、ビデオレターを通してご挨拶する失礼をどうぞお許しください。広島は私にとっては人生の半分にも相当する長い年月、コリアン原爆被爆の問題の実態調査から問題提起に至るまでの長い年月過ごした、本当に懐かしくて大切な場所です。あの頃私の取材に応じてくださった被爆士と同胞の方々はほとんどこのように今この世を去りまして今いらっしゃいません。1965年ですから、夜行列車にその日の夕刊をたくさん買い込んで夜行列車で広島駅に、到着した夜のことを知ることはできません。夕刊には日本と韓国の国交を回復するための日韓条約の批准について韓国の国内での反対の戦いが報道されておりましたし、日本のメディアにも大きく報道されていたその頃です。私は再び、国交が回復するこの年、広島の被爆同胞はどのようにこの日を迎えられるだろうかという思いもありましたし、私自身が長いこと私の歴史、私の名前も言葉も知らずに育ってきた広告市民の一人だったので、日本国の国民として育てられてきました。1965年夏、広島に降り立った時、広島はまだ原爆被災の跡が生々しく街の中にも乗っている、市電の乗客の中にも刻まれておりました。私は広島に一人の同胞も友達もいない、まだ20代の若い女性でありました。まず被爆同胞を探し出すことから私の旅は始まりますが、しかし訪ねて行った先々で誰一人被爆したことを名乗り出る人はいなかったのです。私が出会ったのはまず被爆した腹からたちの深い沈黙と、そしてその貧しさでありました。被爆したことを恥じるかのようにひっそりと骨や肉が日々腐れていく原爆症の痛みの中で、沈黙している腹からたちに体験を呼びかけることは私にとっても非常に苦痛でありましたが、ある同胞から「お前さん、その話をシラフで話せると思うかい?」と。聞きたければ酒でも持ってこいと言われたことがきっかけで、次に訪ねた時は本当にお酒2本を両手に抱えて原爆スラムに住んでいる腹からを訪ねて行ったのです。どの集落も朝早くから出払っていて会うことはできなく、そして彼らが失態の現場へ朝早くから出かけて、
そこで今でいうニコヨンと言いますけれども、1日に日当240円の日当で失業対策の事業として市が始めている失態の現場で働いていることを知り、市内に8カ所あるという失態の現場を訪ねていくことになりました。あの頃私がスラムを往来していた時は、ほんと板壁一枚の小さな小屋がびっしりと、この相生橋から三笹橋まで3キロ半ぐらいですか、その沿岸にびっしりと立ち並んでおりまして、土手から川淵まで、隙間もない箱番と言われている物置小屋がひしめておりましたが、夜訪ねていくと、腹からたちは疲れ果てた体で家に帰っておりました。これ一軒一軒その被爆した同胞を訪ねていくことになるのですが、なかなか同胞の沈黙は重くて、ピカに覆った、原爆のことを腹からたちはピカだと言うんですね。ピカに覆ったことを、その体験を語る同胞はほとんどいなかったのです。私はまず腹からたちの重い沈黙を聞くことから始めるのですが、私はついには地下足袋を履いて失態の現場で働く人々と一緒に働きながら、彼らと労働を共にし、そして、昼ごはんの時は皆さんお弁当を持ってくるんですけれども、弁当を持たない私に、腹からたちがみんな差し入れをしてくれるわけですね。でその時にはもうその失態の現場の昼飯の時間は、北の被爆同胞と南の同胞が背を向き合ってみんなお弁当を食べるんですね。でその周りに、日本人の被爆者たちはまた別々に食事をしているわけです。だから食事を共にするというよりも食事を別々にしている、そういう距離が私の目にも異様なぐらいでした。ところで私に差し入れをしてくれるその南と北の被爆した同胞たちの間で、笑い声が上がるようになりました。それまで私は集落を訪ねていくたびに、ここから先は南だよと、ここから先は北だということで、その小さな原爆スラムにさえ、南北の分断、つまり38度線が、この目に見えない壁があることを突きつけられておりましたし、そしてまず同胞たちは私に対して何者なのかという不信感を真っ先にぶつけてきましたね。だから北の同胞を訪ねていけば、私は南の国の政府機関のスパイだろうと言われて、石を投げられましたし、さらには北のその国の工作員だろうと水をぶっかけられたことが一度や二度ではありません。でもこの広島のピカに覆ったというこの民族体験を一つにしている、あの植民地時代にその同胞たちが全く二つに分断され引き裂かれていることに本当に驚きました。そして私の存在もまた
二つに引き裂かれていく痛みを全身に感じながら、この広島でピカに会った同胞を探し出し、そしていつどうしてここへ来たのかという体験の聞き取りを始めていったわけです。さっき話しましたけども、出隊の現場で、お昼のお弁当を一緒にいただくことから始まった南北のオモニたちからの私への差し入れが一つのきっかけとなり、私を挟んで南北の同胞たちがお昼の時間に笑いながら話し合うようになったことは非常に大きなきっかけとなりました。そして私が東京からたった自分一人で、被爆者の体験を記録する旅に来ていることを知って、いろんな形での協力が始まるようになりました。で、そのことを一つのきっかけとして、私はコリアン、朝鮮人、韓国人原爆被爆者の声を聞く会という証言運動を組織したのです。河村病院の虎太郎先生や、それから広島大学の原爆医療研究所の渡辺先生のご協力をやご支援がありまして、本当にこの証言運動がいかに大事であるかを皆様で、支えて、くださいました。から同胞被爆者を探していく旅そのものが、存在を奪われていた私たちの同胞の存在を回復していく旅にもなったわけです。どこでも黙殺させてしまう私の発言を、なんとか多くの人たちに知らしめるために、それでもう一つの広島の映画制作を企画したのです。この映画の上映が全国に波のように広がっていく、その中でこれまで、コリアン原爆被爆を黙殺してきた日本の反核平和の市民団体が真っ先に立ち上がって、そしてこの上映運動を広げていったのです。この力が原動力となって、実は1987年広島大会の国際会議、そして長崎大会で、実は大会主催でこの上映会が催されました。私はその時に監督としての挨拶のほかに問題提起の発言も許されまして、初めて、特に広島の国際会議でコリアン原爆被爆の問題提起をした時には、議長団から、いや外国人被爆者についてはもう数年前に討論され、もう決議もしておりますというふうに、取り上げること自体拒否されたのですが、で私はその時に日本の植民地支配によって原爆被爆を余儀なくされた朝鮮人と外国人とは本質的に、違うものだと、だから植民地支配によるものであるということについての日本政府の謝罪と国家保障を求めるということを繰り返し主張したのです。これを全面的に支持してくれたのが、かつて植民地であった香港やそれからインド、それからアメリカの黒人代表たちでありました。彼らは一斉に私の発言を擁護して議長団に詰め寄りました。初めて聞くと、この原爆、コリアン原爆被爆をなぜ一度も今まで問題にしてこなかったのか。私はこの力に押されて
長崎大会へ参加することになったのです。その時観客席に座っていた私を武将団のお使いの者として私がぜひ舞台に上がるようにと迎えに来られました。舞台にはすでに各国の原生金代表団が二十数名ずらりと並んでいるのです。私に与えられた席はちょうど共和国の原生金世界代表団3人が居並ぶ隣の席でありました。議長から5分間各国の代表団から一番ここで言いたいことのスピーチをどうぞ自由にお話しくださいと言われた時、それこそフランスの代表は我がフランスを代表して、アメリカの代表は我がアメリカを代表してと口々にまず国の名前から始めるのです。さて私は何というふうに自分を紹介してよいのかとても戸惑いました。常に国の代表としては認めてこられなかった私です。この大舞台でこの席で今どのように自分を紹介すべきか本当に私は慌てました。その時に突然ひらめいてきたフレーズが実は沈黙の判なのです。で、私はあの日広島で10万長崎で3万4万とも言われているコリアン原爆被爆、それも日本の植民支配によって世になくされたコリアン被爆者の口を縛られて今なお口を縛られている南北のコリアン原爆被爆者の沈黙の反を代弁するものとして今私はここで発言させていただきますと自己紹介をしたのです。私の発言が終わると議長団からこの年の大会採択として私の要求が初めて採択されたことを宣言を聞きました。積年の涙があふれて席を立つことはできませんでした。このヌチ画風の制作は非常に多くの時間がかかりました。それは植民地ウチナンチュの沈黙の深さ、これが普通のものではないということと語ることを阻む大きな力が彼らを沈黙させていたのです。特に日本兵について語ることはタブーとなっていました。だから日本兵の奴隷として連行されてきた私の兄や姉たちについての証言を私が聞き出すことは困難を極めました。それで私はその沖縄からかろうじて生還した父や兄たちを探すために韓国へ行ったのが実は1991年に完成したアリランの歌沖縄からの証言です。さまざまな課題を超えてこの上映会の開催のためにご尽力くださいました上映実行委員会の皆様方に厚く御礼申し上げます。今日皆様にご鑑賞いただいたヌチ画風は実は2部構成となっておりまして、第2部の完成をもって私の半生の集大成とも言うべき戦いの記録は
完成します。また皆様とはこの第3部ぬち画譜を持って広島へ参ります。どうぞよろしくご支援をお願い申し上げます。